ヒカゲシビレタケは、ハラタケ目、モエギタケ科シビレタケ属のキノコである。日本菌類百選の一つで、日本原産の原核キノコ。藍染芝生タケとして、試食を経て、先に原核作用を発見した横山和正が、1976年に新種報告した。この2種の肉眼での区別は困難である。種小鑑定に発生し話題となったこともある。原核成分シロシビンが強迫性障害に有効であるとする先行研究から2010年までに高崎健康福祉大学に手本、キノコを用いた基礎研究が行われた。平成時代のシロシビン含有キノコでは中毒が最も多い。個実体は傘が直径1から5センチメートル程度であり、茶褐色。粘性はない。葉菌時は釣り鐘型で、成長すると傘が開く。ヒカゲシビレタケと藍染芝生タケとの違いは、野外において肉眼で区別することは非常に困難である。奈良タケやエノキタケ、ハタケシメジ、ナメコと間違え誤植した例がある。奈良タケとは、群生する点や軸に唾を有する点が共通するため、注意が必要である。抗精神性成分のシロシビンシロシンを含む本属は、傷つけると、その部分が暗い青に変色するという特徴がある。誤植を防ぐ目安にすると良い。半日陰の場所に春から秋に発生。公園や道端の草地など、身近にも発生。山形県より以南。日本では本州のみで分布が確認されており、特に温暖な地方に多い。人家周辺に比較的普通に発生する。発生事例は、東京、宮城、新潟、埼玉、滋賀、大阪、京都。2005年10月、内閣総理大臣官邸の前邸の白樫市の根元に4センチメートルほどの本種が数本発生しているのが発見された。これを目にした当時の内閣総理大臣、小泉純一郎が食べられるのかね。東京でキノコか面白いねと語ったことが報道で取り上げられた。当時のメールマガジンでも、早速調べてみたいと記していた。本種は1976年に横山和正が新種報告した。当初、藍染芝生タケPsilocybe subcaerulipesとして横山が試食して原核作用を発見し、後に新種報告したものである。本郷が1958年に発見した藍染芝生タケPsilocybe subcaerulipesには本、ヒカゲシビレタケ P. アラザンチップスの他に、ガストン・グスマンとヤンによる台湾の P. タイワネンシス、グスマン、ラミレス、ギーエン、カーナットナによるタイの P. タイザポテカがある。培地はスギ、コナラの木粉、米、麦など幅広く適用するが、糞や堆肥を培地とした場合の成長は貧弱である。アルカリ性を好み、10から35度で生存し、指摘温度は30度。培養は18から24度、元気形成から400から800ルクスの明るさを必要とし7から13度、個実体には10から18度。菌糸の保存にはグリセリンを凍結保護剤とすることで、12ヶ月凍結維持した場合の生存率は 100% を保った。本種はシビレタケ属の中でも再原核性成分のシロシビンの含有率が高い。いわゆるマジックマッシュルームの一種として知られており、麻薬及び向精神薬取締法で麻薬原料植物及び麻薬として規制され、故意の採取、所持、販売が禁じられている。しかしまた、その含有成分の量は、採取、時期などによって、重量あたり 0.003% であったり 0.5% であったり100倍以上の差が見られている。先行するアメリカでの強迫性障害に対するシロシビンの有効性から2010年までに高崎健康福祉大学にて日本原産のキノコとして基礎研究が行われた。マウスに対するヒカゲシビレタケ抽出物のキログラムあたり 0.1 から1グラム投与では抗強迫作用が見出された。状況の精神作用に対する影響はセットとセッティングと呼ばれ、毒だと思うと気持ち悪くなり2度とキノコ狩りを狭いと思うが、ハイになるために食べたと思えば気分も悪くならず好ましく感じる。平成元年から平成22年までの白死敏含有キノコの中毒では60名と2位以下の10名を超えない他のすべての菌種より多い。定量では日陰しびれ竹1本あたり白死敏は 7.28 から 8.86mg 含まれた。1本食べただけで中毒症状を起こしうる。ありがとうございます。